こんにちは。ナミさん、お疲れ様です。まあ、今回のタイトル、無難な道を選ぶなということですね。えー、大抵はあ、トラブルの少なそうな方とか、成功の確率の高い方を人は選んで歩くものです。もちろん、そちらに進むということが、本当に自分の本意だったら全く構わないんですけども、選択に迷った結果、楽そうだからということでね、選んでみたりとか、単なる確率の問題でそっちを選んでしまうということで、本当にね、振り返って、 自分の人生は常に選択に成功してきたのかなと思うと必ずしもそうではないと思うんですよ。でやってみた結果うまくいかなかったり後悔する結果が残ることは誰しもありますけども少なくとも選択した結果が心から出るもの自分の選びたいものであれば後悔した結果に、まあ、片っぽでは満足できるんじゃないかなと思うんですよ。しかしですね自分が判断したのとは別にですね 確率が高いからという理由もしくはこっちの方がトラブルが少なそうだからという理由で選んでしまった場合はどうでしょうか心ならずもそういった結果求めて結果ありきで選んだ場合動機ってのはちょっと弱いものになるんじゃないかなと思うんですよ。うんまあ表現としてはねちょっと難しいんですけどもね世の中には困難に遭遇するという考え方と困難を選択するという考え方と 選択の結果、困難を感じないという、この3つぐらいがあるんじゃないかなと思うんですよ。で、通常は、やっぱり、困難に人は遭遇するんですよね。心ならずも。最良の結果を選んで歩いていたんですけども、そこに困難があったという場合です。これはね、やっぱり嫌な思いをしたりとか、後悔をしたりとか、失敗だと感じることが多いんじゃないかなと思います。次はですね、困難に遭遇するというフェーズなんですけども、これは、 難しそうな方をあえて選んで自分の力を試したり、確率の少ない方を選択して、その中で勝利を目指したり、より自分を厳しい道に置き、それを良しとする、ちょっと強い考え方ですよね。で、まあ三つ目っていうのはね、うん、まあどういうふうに考えるかってことになりますけども、困難に思えなくなってくるってやつなんですよ。これはですね、 私も目指したいところなんですけども、どんな問題も楽しみに変えていくとかね、自分の人生に起きたことなんで自分で立ち向かっていくと。回避をしないとか。まあそういうふうな、まあちょっと、仙人みたいな戦地ですよね、境地になるんじゃないかなと思いますね。困難に感じないと。どんなことも難しいと思えないとかね。そこまでいくとすごいなと思いますけどね。 まああのそれで特にね厳しい道をわざわざ選択してそれで不愉快になる必要はないですまず自分が、まあ、心地よいと感じる方向で結果困難であったらしょうがないかなと、うん、結果困難に遭遇したんだったら自分の好きな道を選んだゆえの困難だから興味を持って好奇心を持って立ち向かっていこうかなと思えるんじゃないかなと思うんですよ 逃げて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 それなのに困難に遭遇するとこれはなかなかね追い詰められてしまいますよねまあ人生には難しいことってのはよくあるものですけどもそれを自分の課題として楽しんでいければ最強なのかなと思いますよね皆さんどのようにお感じでしょうかでは今日の深夜のコソコソ話9月いかがだったでしょうかまたお会いしましょう